古事記は、日本書紀と並んで、日本神話及び日本古代史に関する最も基礎的な詩資料であり、この二つはしばしば、鬼々と総称され、神道では聖天使されてきました。では、領書は正確にはいつ書かれたのでしょうか。まず、古事記について見てみると、その成立年を知る上で有力な手がかりとなるのが、関東に置かれた編纂者大野安丸による、城です。 それによると、古事記の編纂を最初に命じたのは天武天皇で、天皇は正しい歴史を世に伝え残すべく、日枝のあれに、定期と、旧人の召集を命じました。定期も、旧人も伝存しないので詳細は不明ですが、天皇の系譜や神話伝説歌謡などを書き記した文献だろうとされています。召集については、テキストを声に出して読むことだとする説もあれば、 暗証のことだろうとする説もあります。いずれにせよ、すでにテキスト化されていた神話伝説の類を、記憶力が飛び切り優れていたというヒエのあれに改めて口で唱えさせて整理し、それをもとに体系的な師匠を編纂しようとしたということでしょう。序の続きによれば、この収士事業は天武天皇の崩御によって頓挫してしまうのですが、711年。 天武天皇の命にあたる元明天皇の命によって肝心の大野康丸が編纂作業を再開し、翌年の正月にそれが完成したので、天皇に献上されました。つまり、序に基づけば、古事記の成立は奈良時代の712年となります。一方、日本書紀は序がありませんが、成立年が720年であることははっきりしています。奈良時代の静止、 食日本議の同年5月21日上に、天武天皇王子の舎利神皇が直を報じて、日本書紀を編んで現象天皇に創上したことが明記されているからです。それにしても、なぜほぼ同時代に、古事記と日本書紀という似通った内容を持つ書物が編纂されたのでしょうか。この問題については従来、古事記は国内向けのローカル系の詩書として、 日本書紀は国外向けのグローバル系の史書として編まれた、というふうに説明されてきました。しかし、近年では、古事記冒頭の、女王、信憑性を高めるために後世に偽作されたものと考える説が注目され、712年という成立年を疑問視したり、本文部分を水古帳に編纂されたものの散逸したと見られてきた史書、天皇紀と関連づける説も出されています。諸日本議員の和道五年上に、 古事記、完成に関する記述がないことや、古事記、本文の記述が水古天皇の代までで終わっていることは、こうした見方を裏付けているようにも思えます。とはいえ、古事記の本文部分については、内容用紙などの点から、日本書紀に先行して8世紀初頭までに成立していたことは間違いないでしょう。古事記が日本神話や日本古代史を知る上で極めて貴重な書物であることには変わりはないのです。